スノーキーこと小手川幸也です。2021年より再開しました仮想通貨暗号資産取引なんですけども、まあ十数年為替の方の FX をやっている私にとってですね、この手数料体系というか手数料の仕組みがですね、あまりにも分かりにくく、そして、高額すぎませんかと、皆さんどう思われているでしょうかという、まあ、問題提起の動画なんですけども、いやちょっとあまりにもひどくって、まあ、もうちょっと顧客を舐めてるとまで言っていいんじゃないかというレベルなんですよ。で、動画のサムネイルも、まあ、ぼったくりっていう表現にしましたけども、そこまでの高額な手数料を取らなくっても十分利益出るでしょって思うんですけどもですね、まあ、ただとはいえですね、やっぱりこの FX ね、為替の50数社と比較してですね、暗号資産交換業者っていうのは大手はまだまだ数が少ないので、競争原理が働いていない、まあ、なのでですね、うちがこれぐらいの手数料を取っていてもよそもそんなに変わらない手数料なので、まあ、これぐらいでもいいだろうというのが、まあ、成り立ってしまっている、成立してしまっている、ね、ちょっと前までドコモ、au、ソフトバンクが横並びでしたよね。3社しかないから大手が、はい。で、ただですね、まあ、競争原理が働いていないから手数料の、その競争が起きていない、まあ、それはまあ一つね。ただそれとですね、投資家にとって分かりづらいっていうこととは話が別だと思うんですよ。でなんかあえてね、手数料がいくらかっていうのを分かりづらくしてるんじゃないかなって疑ってしまう節があるんです。で国内大手 Z 社の販売所の方のスプレッドなんですけども、初心者さんが口座を作ってビットコインを初めて買おうと思ってですね、販売所のビットコインのところの価格を見ます。すると、買う場合の価格プライスは、712万円ぐらいですよと出ていますね。で、ああそうか、それぐらいの価格なんだと思って買ったとします。でじゃあ売るときいくらなのっていうのを、ここの買いから売りに切り替えないと見れないんですよ。で売りに切り替えると、なんと、607万円、今712万円で買ったものをここで売ろうと思うと607万円、はい、100万円以上のマイナスなんですよ。でここでですね、こんな感じで買い値と売り値が並んでいたら、まあ分かりますよね、えらくあの手数料高いな。でもここのボタンをクリックしないとこれ両方出ないんですよ。これどうなのね。で、ビットコイン以外でもですね、これモナコインっていう、まあ、アルトコイン、ビットコイン以外の仮想通貨暗号資産なんですけども、これも同様に買いと売りの両方のプライス見るにはここを切り替えないと、それぞれ片方ずつしか表示されないんですよ。これは私が2つ、表示してるんで2つ出てますけども、まあ、これの、スプレッドもですね、10% 以上あります。ということはですね、価格が 10% 以上上昇してやっと利益になるっていうことなんですよ、はい。でしかもですね、このスプレッド、買い値と売り値の価格差っていうのはこれ変動するはずです、多くの業者で。例えば、価格がバーって動いてるときはスプレッドこれ 10% ぐらいでしたけども、これは20とかになったりするんですよね。ということは 20% 以上価格が上昇していないと私たちは利益を得ることができない、それが、業者の手数料として取られている、ちょっとあまりにもひどいんじゃないかなと。で、先ほど販売所っていう言葉ありましたけども、販売所と取引所の違い今回は解説しませんので、動画概要欄に URL 貼っておきたいと思います。で FX の場合ね、為替の方の FX の場合はですね、こんな感じの 2way プライスっていう仕組みになっているんですよ。この動画で、解説しました、はい。こんな感じで買うときはこのレートです、売るときはこのレートです、で、スプレッドは、0.3 銭ですよっていうのが出ているので、あ、私たちが、間接的に支払う手数料っていうのは、1万通貨あたり 0.3 銭なんだっていうのが分かりやすいんですよ。なのでぜひですね、暗号資産業者にもこの仕組みを採用してもらって、こんな感じにしてもらうとするとですね、買い値710万円、売り値607万円、スプレッド103万円ってなると、初心者さんにも分かりやすいですし、業者側もですね、
ちょっとさっきのんだと分かりにくいからお客も分からないかなっていうのも やりすぎ感出てるんで、反省してスプレッド狭くするんじゃないかと。はい、なので、まあ、結局どういうことをしてほしいかっていうと、この 2way プライスプラス、まあ、スプレッドの金額もできれば出してほしい。でですね、実際にこの 2way プライス採用してるとこもあるんですよ、GMO コインとか DMM ビットコインとかは、スプレッド金額出てたかどうかちょっと忘れましたけども 2way プライス方式になっています。逆にそうなっていないとこが超大手の何社かなんですよ。はい、で、まあ、投資家保護以外にもですね、こんなぼったくりを続けていたら本当にもう海外取引所のバイナンスに流れます。だって取引コスト全然違うから。はい、私はまあ基本的に海外業者は使わないですし、まああんまり立場的にも海外業者使いましょうとは、言えないんですけども、まあ、正直今のあんなに 10%20% の手数取られるんだったらもうバイナンス使おうかなって思ってるぐらいです。はい、で、海外の取引所をね、その日本人の顧客が使うっていうことはリスクが発生しますし、あと日本からお金が流れていっちゃう、ね、本来だったら日本の業者使っていてね、日本の業者がまあ、真っ当な手数料を取っていたら、まあ、それでよかった話なんですけど もうみんな流出しちゃうっていう、そういうデメリットがあります。なのでですね、もうこれも金融庁さんに指導もしくはもう規制してもらう、まあそういうこともちょっとありなんじゃないかなと思うんですよ。で、私たちはやっぱりこういうことをもっと言っていてですね、例えばまあ消費者センターで分かりづらいとね、本当に日般のニュースとかでですね、ビットコイン価格があの600何万円っていうのを見たので買ったら700万円って出てて、そうなのかなと思って700万円で買ったんですよ、ところが売ろうと思ったら600万円でっていうのが、いや分かりやすかったらいいですよ、ちゃんと画面で分かりやすかったらいいんですけども、あんな切り替えないと分からないのってちょっとどうかなって思うので、これ消費者、センター案件になっちゃったりとかですね、あとはまあ金融庁にちょっとあの分かりにくいですっていう意見があまりにも多いとですね、環境が変わって私たちが有利に取引できるようになるかもしれません。はい、というか、まあ、そんなことになる前に業者さんが自主的にやってねと、むしろその GMO、DMM さんみたいにですね、2way プライスにしてスプレッドがしっかり見えてる方が、うわスプレッド広いなって感じるね。で、2way プライスにしてなくって、買う時と売る時の画面切り替えないと、え結局あれ何円違ったっけみたいにさせる方が、なんかふんわりさせて、買っちゃうみたいな、なんかおかしいですよね。はい、それはその使い手側がその知識ないとか、もうちょっとちゃんと見るっていうのは確かにそうなんですけども、全ての人がですね、そんなにもうギラギラこうのなんていうの、知識があって分かってるわけじゃないんで、ね、そういう方にも分かりやすくしていかないと、その仮想通貨業界にとっても良くないんじゃないかなと思います。はい、で、まあ、将来的にはですね、ビットコインスプレッド、何万円とかっていうのがホームページに、記載されるレベルまでなってほしいんですけども、まあ、ここは まだまだ何年か先かなとは思います。はい、ということで、動画概要欄にはですね、暗号資産仮想通貨関連の、もろもろの URL 貼っております。で、私が持っている暗号資産、そうなんですよ、 YouTube で私買いましたって公開してから6倍とか7倍ぐらいに上がってるやつとかもあったりとかして、まあ、興味のある方はこちらを見てみてください。はい、ということで、この動画、まあ、いいなと思ったら、評価そして、チャンネル登録もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。